夜か。うえ。俺に会うたびになんか元気か。うえみたいな感じでなんかそういうテンションの人がいたけど、なんか俺にはそいつの心境が全く理解できん。今日俺んちでパーティーだ。うえみたいな感じで。お、己の力を誇示したい年頃なのかもしれん。66階だっけ。そこになんかあの待ってるっつったよね。ここ行くよ俺。ここ敵出ないよね。出てくるには誰も。よし、完璧だ。お、社員さんじゃん。おい、なんだ。上押してもらおうか。メインブラックタックス罠か。囲まれた。最後の気マジやと思うが、楽しんでもらえたかな。捕まると思ったけどさ、もう捕まっちったか。やばすぎるなこれは。ドゥドゥンチャ。当時これ系の曲が流行ったのかな。ドゥンドゥンチャみたいな、なんかファックユーみたいな感じで。クジャの曲もこれだよな、 F9 の。ドゥンドゥンダー。みんなも捕まったのか。全員捕まってたのか。社長だよね。エアレスどこだ。安全な場所にいる。貴重な広大市の駅残りだからな。お前一体何を企んでるんだ。自らセトラーと呼び、数千年の昔に生き、今の歴史の中で埋もれた種族ルドラーの秘宝か。セトラーの生き残り。約束の地を与えてくれる。彼女は期待している。はあ。言い伝えではないか。レッドサーティン。あまりの魅力的だ。ともなく遥かな、豊かな土地でやれてるから。魔法エネルギー。ネオミッドガル、さらなる栄光。金と力さえあれば夢は叶う。とんでもねえな。さあ下がれルード。言いたいことは山田あるんだ。言ってもしょうがねえと思うけどね。あのバレットを持ち運ぶなんて相当あれだな。相当力強い男だな、このルードという男。何かあるなら一生通してくれたまえ。何を言ってんだお前は。社長ぶったことを言ってみたかった年頃なんだけど。逃げられるかな。俺に任せておけ。頼もしい。何これ、好感度上がったパターンこれ。俺に任せておけ。話しかけられないのこれ。エアレスどうしてるかな。そこにいるの。無事か。大丈夫。何それ。ふざけんなこいつら。かっこいいやりとりしやがって。出て一回だったよね。ああ修羅場で。なるほど。おい、やべえ、手はそこにいるの。殺されるなこれ。嫌がらせをされるぞ。わからない。私知ってるのは、星より生まれ、星と語り星を開く。全然わからねえな。約束へ知恵帰る。謎だよね。人も大勢ザワザワしてる感じ。
スラムの教会だけ。ミッドガルはもうダメだって本当のお母さんが言った。ミッドガルから逃げなさい。約束の地を見つけろと母さんが言った。ふん。バレット、おい、セトラ。まあそういう話だね。いつさえ出てくるだけで本当なのかどうかわからん。これでいいのかぽいな。星が病んでいくわけだ。メンヘラみたいなのか。目は募集だ。あいつ全然喋んないね、レッドちゃん。無言プレイ、つまんねえ野郎だぜ。じっちゃん、じっちゃん、なにバレット、なんかたまにやらしい笑い方するな、こいつは。また来ん。お前もか。とりあえず眠っておこう。わかった。床で寝るしかないか。なんか左おかしくねえ。なんか人倒れてないのか、あそこ。あ、てか開いてんじゃん。ちょっと起こすか。起きろ。あ、ダメ？てかやばくねこれ。うわ、死んでんのこれ。何この怖い曲は。どうしたんだ。うわもうダメだ。やばいかもしんない。相当疲れてるな、ちょっと。予算おかしい。外を見てみろ。怖えよ。何があったのかしら。鍵を持ってるはずだ。よし、この不穏なあれをどうにかしてくれ。何か襲われた。怖すぎだよ。いきなりなんかホラー要素が強くなってきたな。なんか様子が変なんだ。タカタン、どうしまったんだよ。人間の市場じゃ、はあ、先の様子を見てくれ。マジで行かないで。それ行かないでくれよ。ちょっと頼むよ。置いていかないでくれ。先に行け、見つからないうちに。いや、これなんかもうそういう、大丈夫かこれ。ああ、まああと一緒に行こうぜ、みんなで。こういう時は一緒に固まらなきゃダメだよ。ちょっと待って、いない、もしかして。どう言えばいいんだこれ。え、人倒れてんじゃん。あ、曲も変わらない。戦闘曲も変わらない。恐ろしすぎる。あ、こんなやついたっけ。いなかったよ、名前。魔法ファイヤーリミット。あ、今日なんか新しいの来てる。強切りサンダー。何やったこいつ。85、なんかめちゃ食らうな。ふぅ、高橋君かっけえな。あ、そんな強くないね。あれ、え、あ、そう、混乱してるからか。なるほど、廃業生。なるほど、それは混乱だれがあるんだな。バーサクもかかった。やばすぎるな。早くこれどうにかしないと。やめろお前、自分を殴るな。もっと自分を大切にしてくれ。なんだよこいつ。この3人見るとなんかエアリスだけ微動だにしないような、なんか戦闘の立ち位置というか、他のやつはやってやるぜみたいな踊ったりしてんのに。こっちかな。あ、うわ、なんか違う。これやべ、惨殺現場だよ。ジェノバサンプル。はあ、
置いてかないで、置いてかないで。恐ろしい。この血の跡を追っていけってことか。お、上に一緒に行こう。終わった、ポーション。ありがとう。アイテムに枯渇してるからな。上に行けってことか。レッドサーティン一緒に行ってくんねえのか。ここは？うわ、なんかすげえのがいる。なんだこれ。悪魔の所業だな。ふっ。やめろお前。こんな敵いなかったよな、さっきまで。さっきとこの間まで。この間？まあいいや。セーブポイントあるな。でもこのまま行くしかないか。あれってここって来たことないよね。このまま行くべきか。もう行っちゃえばじゃあ。あれこれ社長室じゃないのこれ。あれ？いやあれさ、あれ社長だよね。え、なんか死んでね、社長。ボスが死んだ。あれ何、なんか刺さってるよね、あれ。刀はセフィロスのものだ。セフィロス、あいつは黒幕か。この刀使えるのはセフィロスしかいないはずだ。シナも終わりだぜ。不評、名前なんだっけ、こいつパルマーだっけ。殺さないでくれ。何があったんだ。セフィロスが来た。この目で見た。約束の茶は渡さないってブツブツ言った。怖えな。シナから守るためにこんなこと。いや絶対いいやつじゃないじゃん。セフィロスとその目的は違う。ルーファース誰なの。副社長。あ、息子か。やばいじゃん。長期出張中。血も涙もない。これバトルじゃないの。大丈夫かこれ。行ってみるか。これどっから育てるの。こっちか。ところでお待ちなんだ。実験サンプル。そんな自分のことそんなひどく言わなくてもいいんじゃないの。おかしな組み合わせだ。シナカバン社長だ。おやじがシナラ早速社長か。うまくいっていたようだ。私のやり方は違う。世界は恐怖で支配する。やべえな。ほんの少しで人の心を支配する。クラウド、こんな熱いやつだったっけ。あれ
クラウド置き去りか。思い詰めた。セビルスとなんかあったってことじゃないの、昔。クラウドを待つわ。マジで。ガードが厳しくなる。まあ、外すしかないね。しょうがない。外して、つければいいか。なるほどね。もう持っとかないともったいねえからな。誰か役に付くかな。ステラス見てみるか。魔力が高いやつにさ、やっぱでもエアレスが、あ、レッドサーティン強いね。レッドサーティンあれだな、魔力高いんだな。ってことは、レッドサーティンに、マテリアを、なんか魔法の、やつ集中させて、炎とかさ、こう全体化にして、で、いい形。属性つけるか、じゃあ。あと、まあ、じゃあ、見破る。適当でいいよ。カバー。毒。盗む。どうしようかな。霊気か。結構溜まってるね。結構なんか AP。あ、これが溜まるとどんどんあれか、次の魔法使えるのか。敵の技か。まあ、いっか。とりあえず回復にするか、じゃあ。まあ、こんなとこ OK だな。エレベーターで行けばいいんだね。こうエレベーター、あ、あったあったあった。逃げよう、これで。高飛びしようぜ。うおい、いきなり？ベー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 、なんかごついの来たな、これ。やばい、これ大丈夫か、これ。おお、いきなり。おお、なんかすげえかっけえ、かっけえな、これ、この演出。何のあれだ、一体。ドゥルンドゥン。バイオ。バイオ使うわ。バイオちゃん。ブリザード。これでいけよ。レッドサーレン強いな。こいつは結構、意外と魔法系なんだな。見た目とは裏腹で。裏はね、バレた殴りに行こう。隠し法。物がそんな食らってねえな。まだいけるだな。いや、今日食らってるな。これケアロを全体化にした方が良かったんじゃないかな。その方が全体的にバーって一気に回復できるから、そっちの方がよっぽど効率いいだろう。そうだ、まあ攻撃もまあ、まあ雑魚的に対してはもう普通のサンダーとかやってもいいけど、あ、これもうちょっと食らったんですよ。トゥルトゥルトゥル、あれ壊れた。まだ、まだか。まあ、次なんかやってきたら、あー、やばい、これ大丈夫、やばいかもしれない、やばいやばいやばい。お、レッドソード見た。ファイヤー来て、で次やってきたら、やってきたらてかもうあれ使った方がいいな。これ使おう。よし、使う。よし、オッケー。スレッドファング。これ見るとなんかクロノクロスのあれだな、あれ、あいつ思い出すな。リーデリーを思い出すな。これっぽいなんか技を使った気がするわ。お？手法。トゥル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 。しぶてー。まだ？いた？なんなんだあのなんかあの。終わったように見せかけて。波動砲エネルギー充電開始、やばい。これやばいな。一回ちょっと回復しとくかじゃ。ドゥル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 ポーション、やばいぞ、早くしないと。いや、そのハードホール全滅させられる。エヘフはなんかハードホール好きだよな。結構やってくるよね、なんかいろんな敵が。おお、いったいった。ハードホールちょっと見たかった気もするけど、まあ、安全に戦いたいからな、こっちは。あれ？なんか出てきた。なんか違うの来たぞ。なんだ、第二形態が。AP 法。アベック法、睡眠。うわ、眠らせやがった。優しい子守歌のあれが入ってるんだな、成分が。バーレットばっかり狙ってくる。
起きた。うぅ、わしの雷じゃ。もうレッドサーティンだけでいいんじゃないの、なんかもうレッドサーティンで他のやつらも回復に回せばいいんじゃないかも。もうそれでいこうぜ。ソノがな、早く終わる気がする。そうしよう。その間に盗むとかやってやればいいんだ。あ、なんだった。おお、危ねえ、危ねえな、こいつ相手に届かない。あ、ダメか、やっぱ近くじゃないダメなんだね。で、これ待てばいいのよ。見破りやろうぜ。なんかくるくる回ってる。踊り始めた。フライングドリル。おめえはよ、遠距離恋愛、遠距離恋愛じゃねえや。なんかもうそうやってなんかこっちに近づいてこうしてめっちゃ卑怯じゃねえか。何今の、なめ今バレット。ちょっとポーズが面白かったな。なんか踊ってるな、バレット。あいつは持ってるな。ここで隠せればいいんだ。ああ、もったいね。くそ、これ順番が違うんだよな。もう一発、もう一発なんか来たらあれだ、やろう。おい、いったいった。こっちの方が早いよ、なんか、一番、なんていうの、効果的なやつを、ちょっともうそれ集中的になんかガーってぶつけまくったわ、なんか。いい気がしてた。こっちか。他のメンバーの待ってるはず。外した？はい、外したんだな、きっと。こいつはまあ多分戦うことになりそうだから。そうだね、もしかしたらボディーガードを雇ってくるかもしれないから。で、一応炎だろ。で、全体か、まあ、回復もあった方がいいよね。あと1個はカバーはいらないだろ。盗むもいらないな。属性回復系だったな。どうしようかな、これは分からんな。まあ一応まあイカズチリカじゃん。よし、終了。なぜ私と戦うのだ。なるほど。かっけえな。俺やっぱ来た、やっぱいるわ。ショットガン、護衛がいると思ったよ。バリア、あーなんかいるやん。あった、ふんがー。物理攻撃が効かなくなるパターンじゃないかな、これ。結構強いな。やべ、1回しか使えねえ。ダメだ、強い。これ結構このバトルやばいぞ。あー、もう倒した、早いな。クックック、なんだこいつラリってる。急に狂い始めた。かなり危ねえな。おやじが、おやじに殺されてあるか、金が動転してるのか。ドゥルドゥルドゥル。またやってる大丈夫かこいつ。メンヘラだな、社長メンヘラ。さあ、もうすぐあれが使えるぞ。リミットブレイクが使えるぜ。頭叩き合ってやる。強斬り、狂乱の宴。今日のところはここまでだ。あ、すげえな、腕力が半端ねえ。防弾チョキ、ガードアップ。あ、これどう行けばいいんだ、こっち。いや、なんか違う気がするな。どこだ、おい、俺はどこに行けばいいんだ。うわ、屋上で踊るぜ。こっち、こっちか、こっちだな。よし、
あばよ、社長、元社長が。エレベーターないのこの階層に。手はいる？あ、いた。ヤッホー、ロバートは面倒になりそうだ。あれ、来た来た。俺が先に行くぜ。やばいじゃん、囲まれてやがる。ダメだよ。そう、ここダメな、ダメに決まってんだ。そんな、バレットちゃん、冷静やろうめ。どっかの誰かさんみたいですね。何か、あれ、クラウドがいねえな。クラウドはみんなこっち。おお、すげえ、ごつい抜きたな。ごつすぎだろ。男のロマンだな、これは。超かっこいいじゃん。方向切れそうさせて、仲間のドラッグを守ってください。はいはい。完全にこれなんかもう ヤンキーのあれじゃねえか、なんか。メニュー、パーティー編成。パーティー編成か。ちょっと先にやった方がいいな、これな。パーティーはどうしようかな。あ、レッドさん、結構レッドちゃん好きなんだよね。エアリスか。エアリスもちょっと入れてえな。まあ、このメンバーで、メニュー。マテリアつけてたのがそうだな。これやべえだろ。どこのヤンキーの構想でいったよ、これは。お、すげえすげえすげえ。おお、これはすごいな。かっけえな、これ。男のロマンを感じる。これでバイクの免許取りに行こうっていう人も出てくるのはきっと。うん、ふう、当たんねえ。やめろお前ら、やめろ、やめるんだ。くそ、ファックユー、ファックユー、ファックユー、キルユー。うわ、どうなる、全然当たんねえ。よし、もうこれ体当たり、体当たり。よし、おいぞいいぞ。体当たりでいいんだよ、もうこういうのが。体当たりやって、それで、そのまま引きずり倒すと。やめろ、俺たちの仲間に手出すんじゃねえ、お前は。俺がよ、うぅー、してやるぜ。貴様ら。ふぅー、よし、いいぞ。くっそ、この野郎。おぉ、ま、なんか巻き込まれて、転んでたよね。やべえな。凄まじい戦いだ。バッシャッとというのこれ。おい、いた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 。ふいふいふい、ほれ、いい感じじゃないのこれ。うん、そうはさせんで。甘いわ、甘いぞ貴様ら。その程度で私はやれると思ったが。うん、くそ、こいつ前に出る作戦か。酔う、酔ってしまう。これは身の危険を感じる。あ、なんだ今の。転がりながら攻めてきたぞ。そういう願望があるんだな、やつには。俺の仲間に手出すんじゃねえ、この野郎。ああ、これやばい。よし、どけ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 。耐えたり耐えたり。うふふふ、ふうふ、うわぁ。こっちもダメージからな。なに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 、すげえ落とすんだけど。おぉ、なんかすげえのがいる。殴れ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 。ダメだ。
あぶねえなこれ。落ちたらどうなんだよこれ。やば、追い詰められた。やばいかもしれん。ボス戦かこれ。ゲージがないってことはバックアタックか。うわ、あ、もう逆にいいんじゃないの、バックアタックで。だこれ今効率になってるってことでしょ。魔法で攻めようぜ。それでいこう。だこれ魔法攻めればいい。ほらもう全然食らわねえもん。見破りやろう。あ、サンダ、あ、サンダ強いじゃん。でもサンダだけでいこうぜ。これバトルスピードちゃんと1な、一番速く なってんのかな。2000年はバチュー。だからあれ10回やればいいんだよ。雷に弱い。オッケーオッケー。もうそれでき、それで攻める。よろしく。なんでこいつ。腹だらしい野郎だ。でもこれで前に出たら多分80ぐらい食らっちゃうから。からそれでいいんだったらもうこのままずっともう後ろにいたまま攻めた方が入ってくればいいと思う。ほら、あとそんなにだってさ、物理攻撃も多分50ぐらいしか食らわないじゃん。まあ敵の攻撃にもよるけどな。何やってんのあいつ。ツインバーナー。おー、もしおー、すげえ、危ねえ、超危ねえ、これまだいけるでしょ。なんだこの野郎、凄まじい攻撃だな。わしの雷じゃ。なんか体勢によってなんか使う攻撃が変わってくるのか。あいつまたなんかやってくるぞ。回復した方がいいかもしれんな、もしかしたら。ローリングファイア、あ、これやばいかもしれん、やばいかも、やばいかもしれん。大丈夫かこれ。おお、うわ、おっ、ぶろ、あぶねえ、あぶねえ、これ全員命の危険を感じる。うぅ、よし、さっきキャラを使って回復じゃ。あ、これ危なかったな、これ全体かまなかったらやばかったかもしれん。リミット技がなんか優先されるっぽいね、他のキャラがなんか行動するよりも。なんかただ今こっち3で早くやったはずなのにね。え、なんだ、え、またやばい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 。さあ、はい、ボス使おう。これはもうあれだ、もったいつけてる場合じゃねえ。嘘でしょ、おいおい、うわ、マジか。セーブしてねえ。第2ラウンド開始、やってやるぜ。対策としては全員をちょっと前に出してみた。まあダメージ大きくなるけれども、エアリスはちょっと回復、レッドサーティンはちょっと試したいことがあるんだよね。属性をつけてみた。雷属性に、あ、強えな、食らうな、やばいなこれ、食らいすぎるな。拡張よっか、なんとも言えんな。やっぱあれだな、ダメかもしれない、食らうダメージが大きすぎる。後ろに下げよう、どうしようもない。これ尋常じゃねえな、何なんだこいつは一体。防弾チョッキって何。有害物質エーテルタワー、ちょっとこんなやってる暇ねえよ。おい、ツインバーナー来た。まあここら辺はまだいけるでしょ。エアリスを回復と、クラウドでもう一旦の中でもあれだな、攻撃しまくった方がいいな。レッドサーティンだけで任せるんじゃなくても全員でちょっと攻撃した方がいいわ。やってくれやがって、属性あんまり見なかったかもしれんな。普通に魔を使った方が良かったかもしれん。やれた、待機、防御しながら待機。そうか、ポーズを変えたら、ちょっと待って、これやばいやつだっけ。ちょっと待って、防御防御、
あれ来る。来た。これどうなる。ご来場かどうした。250人、これ食らうな。うわやべえ、頼む。危なかった。ガードしてもめっちゃ食らうじゃねえかよ。尋常じゃない。こいつ強すぎだろ。俺もレベルが足りないのよ。それとも レベルが圧倒的に足りない可能性も高い。ババババ、こまめにちまちま回復しながらやっていこう。それがベスト。でレッドちゃんで攻撃をすると、ポーションはこまめに使う。これこまめなことが、こまめにメールをすることがモデル秘訣なのかもしれん。確かに一ターンのうちでなんか他のやつなんか攻撃しちゃうのって結構あれだからな。無駄っつうか、まあ損するからね。その間に敵がどんどん攻撃してきちゃうから、だから一ターンのうちにできるだけもう全員どんどんガンガン攻撃した方がいいのかもしれない。ツインバーナー来た。これがツインバーナーの構えだな。で上に立ち上がったらやつがなんか上ににょけってなったらもうあら注意しなきゃならない。あ、来るぞ来るぞ、来た来たぞ。これやばいかもしれない。やばい。この後の穴が来たらやばいぞ。あー、これ一気に来る、一気に来るパターンをさせて。うわ、やめろし、それやめてくれ。これ強すぎだってマジで。尋常じゃねえ。完全狂ってるだろ。どんだけだよこれ。死にかけじゃねえか。これリミット技がこっちのなんかめちゃくちゃ速くてよかったな。なんか速攻発動するか。これやりつかなかったらやばかったかもしれん。どうしよう、オッケーオッケーオッケー。尋常じゃねえ。なんなんだこいつの強さ。やばい。よし、ポーション。で、これでケアあるだろ。で、まず全体的にはまあまあいい感じだ。フンガー。おー、いったいった、よかった。あぶねえ。なかなかスリリングなバトルだな。やっと空が見えたな。どうするよ。今まで全く見えなかったもんね。セイロスは生きている。決着をつけなくてはならない。俺は行くぜ。お、すげえ、こういう風になってるんだ。故郷に帰るつもり。あ、そうなの。旅始まるな。まあ確かにな。全部疲れてんな。なんなんだこれ。モテモテだな本当。効果の下がったの多分今まで。ガタ落ちる。行くぞ。行こうか。何それ。そうかしら。俺はそう思えんけどな。クラウドか、まあ。まあいいんじゃん。カーム手間違う。はいはい。ふてくされたな。パーティー二組に分けてみる。どうしようかな。エアレスなんか入れてもいい気がするな。なんだかんだ、まあ回復はいてくれた方がなんか。
ティアも入れたいけどな。まあいいだろう。別に5人でも3人でもそんな変わんねえと思うんだけどな。行くぜ。